そういうことかどうもこんにちは、ナイスガルスカイです。ヤマトです。コシャです。本日はおい漢字ガリガリバトルイエーイ。いや、できます、俺も東大入試漢字の書き取りありますルールは簡単でございます。漢字の書き取り問題を出題しますので書いてください。はい、また正解するとプラス1ポイントとなります。はい、はい、大丈夫かこれ。あ、シンプルですね、今日ね、これ。はい、ただね、山本さん漢字得意ですよね。そうなんですよおっとおっとおっと、ちょっとハンデあってもいいかなと。あ、確かに、正解。何のために勉強してきたと思ってるハンデを受けてなお勝つために確かに。でも確かにね、うん、そうハンデもらって勝ったらもうこれはね、真の王者ですよ。そう、そういうこと。よし、言いくるめた、ハンデ山本さんは他の2人どちらかと答えが被ったら正解でも得点がゲットできないと。素晴らしい。被ったやっていくとね、分かると思うんで、とりあえず1問やってみましょう。やってみます私たちは普通に漢字クイズやればいいの。もちろん。で、それに被らないように書けばいいのね。そうです、はい。第1問、ルールを根底から覆すの根底を漢字で書いてください。あ、根底ね。そういうことかなるほどね、僕は分かりますよ。お、言ってる意味が多分こういうことでしょう、求められているのは。お、楽だなぁ。え、楽だな。小学5年生の今日いや、まず菅井さん行きましょう。オープン。根底。正解でございます。おー、素晴らしい。はい、それではこちゃん、オープン。根底。正解でございます。一緒一緒一緒です。一緒しか書けねえ。1個そんな1個しかねえんで。果たしてここで山本さんは2人と被ってないのか。そして正解できるのか。オープン。でん。正解でーす。よーし。キモ。よし。キモ。もともとなんかこっちが結構ね使われてたかなんかで、常用漢字ないから底手字を使おうみたいな感じだと思うんだよ。はい、その通りです。本来根底という字はこっちが正しいんですね。あ、そうなんだ。はい、ということで根底という表記は実は漢字表記2通りあって、これどちらとも現在は正解とされています。なるほど。かぶってなくて、かつ正しく根底を書いたので山本さんに1ポイント入ります。ありがとうございます。あれか、3歳とか歳みたいなもんでね。簡単な方は本来その年を表さないけど簡単だから使われなかった。あ、つまり今日は山本さんがとっても大変なクイズです。はい、それでは第2問いきましょう。はい、超掘削の掘削を漢字で書いてください。超掘削あの、ボーリングあった正解はこちら、超掘削で、そう、はい、リオデジャネイロ。掘削って普通に難しくない？これ、勝てるかもしれない。それでは2人、オープン。3番、掘削。2人とも正解です。はい、はい、では、皆さん、オープン。頼む。やば、山本さん正解よーよーしよーし。これね、飲みとかっていう字ですね。飲み飲み、あの飲み、豆腐の飲み。確かにこんな字書いてらんないもんね。よし、じゃあこれで同点。これで同点。第3問、問題、選手の技量を見るの技量。じゃあ菅井さんとこうちゃんの動画に行きましょう。オープン。技量。なんと正解でございます。一緒。お、一緒一緒一緒だよ。それでは山本さん、オープン。はい、で、これでお願いします。ないうわ、ないって読めそう。こちら正解でございます。お前よし、すげえ。これ何、どういう意味、量、これ量って意味。一文字で訓読み、腕前と読む。おお、技の腕前ってこと。はい、なんで本来としてはやっぱこっちの方が意味としては近いんですけど、うんうん、まあ難しいから技の量にしちゃったっていう。なるほどね。なるほどね。これあれですよね、この作りは多分ね、両替の量って字のだから旧字体とか異字体とか、あ、そういうタイプだと思う。このクイズね、厳しいところがね、漢検補助1持ってるんですけど、書き取りって簡単な方でいいんですよ、別に。掘削が出た時に普通の簡単な方を書いていいと。なんでこの字を磨けるのは読みでしか磨けないのよ。なるほど。そう、それがきつい。はい、ということで同点でございます。素晴らしい。はい、同点です。問題、
受賞者を選考するの選考を感じで書いてください。すげえとこ出してくんね。これはね、めっちゃいけそうだ。ここじゃいける。なるほど、いけ、山本通信いけ。ご期待さん、オープン。ブン、先行。正解です。よし、楽しい。字も綺麗、新尿が綺麗、めっちゃ綺麗。それで、こうちゃん、オープン。先行。書いてない、書いてない。普通だ。はい、正解です。でも、ここ出てる。本当だ。出てる。でも文部科学省の発表によると大体合ってれば丸なんだよ。ここ謎だよ。どうしてこれ一角で書いてない。一角で書いてこれなんか。うえってなってるよ。文部科学省の発表によってれば丸なんだよ。はい。さあ山さん。オープン。これで。二文字違う。やば。二文字違う。山さん、正解でーす。あー、ちょっと待って、全然選んでないじゃん。全然選んでないじゃん。そうですね。線どういう意味なんですか。線は明かりという意味なんですね。明かり、どっちも明かりですね。そうです。はい。で、平行のこう、平行状態のこうだな。そうですね。イクイリビリアンステートのこうだな。衝突の衝と間違えて書きそうになっちまう、あれだな。そうですね、似てますね。先行という言葉を、まあ、2文字とも置き換えられたという結構珍しいパターンですね。じゃあ有望な人を測りにかけたわけだ。そういうことだ。そういうことだ、うん、これから我々有望な人を測りにかけた。測りそれでは最終問題です。はい、はい、いやもう無理な気がする。なんかどんどん難ってるんだよな。最終問題はおい完全回答でお願いします。完全回答。完全回答。一文中に熟語は2個出てくるので2個とも書いてもらう。なるほど、はい、2個とも被らないようにしてください。どっちか1個でも被ったらダメ。はい、なるほどね。問題、包丁の傷に包帯を巻くの包丁と包帯を漢字で書いてください。バンドイドタレ。いや包丁よ。結構結構いってるな。はい、では菅谷さん、こうちゃんでいきましょう。オープン。間違えろ。これは正解です。わーい、それそうよ。うわ、今日こうやって満点か。まあ、てかこれでや、俺たちがちゃんと東大入試漢字かけてクリアしてるってことは伝わったから。包丁書くの。包丁に難しかった。それではいきましょう。山本さん、オープン。ドラム。やば。この方かわいい。見たことあるな。こちら正解です。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。概要欄に Twitter などもあるのでフォローしてください。それではまた次の動画を見てくださいね。はい、ということで、まあ、包丁と包帯ってね、ほぼ同じ字を書くんですけど、うん、まあ昔使われてたのはそれぞれ違う字だったね。これ何、どういう意味だ、ね、これはこれはそう、なんかこれもともと包丁って人の名前ですよね。一応そうなんですけど、まあ、そこはあんまりなんか詳しくは分かってない、諸説あるんで。包丁の方の字は、うん、訓読みだとクリアと呼ばれる。クリア、はい、クリアって何、台所の昔の言い方ですかね。なんでそれ一文字で台所を意味する言葉。じゃあ台所関係のアイテムであることはこれを見れば分かる。まあそういうことです。包帯の方の方は、うん、巻くとか束ねるっていう意味の字ですね。巻くための帯。はい、そういうことです。なるほど。5問終わりまして、はい、全員同点でーす。おかしいなー。おかしいよ。いや、いい勝負だった。平和なって、ね、いい勝負だった。なんかなんかちげんだよな。いや、めっちゃいい勝負だったよ、うん、こうやってお互い高め合ってることが分かる。いや、そうそうそう、ね、そう、そう、そう、うん、今日はね、漢字の書き取りクイズしてきましたけどね。はい、皆さんもね、満点取れたんじゃないですか。いや、満点取ろう、これは。そう、それですね。コメント欄、コメント欄でみんなでちゃんと漢字検定やろう。はい、ということで、チャンネル登録、高評価、そのサボちゃんのフォロー、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。さよなら。はい、通知もオンにしてね。